手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、これより優勝した河辺選手にご登壇いただき、本来はここで河辺選手に冠をつけていただき賞金をお送り、先ほど入った情報によりますと、サーチェンの資産を、あんな大金よくそんな、河辺選手の事前的な行いのおか、冠も賞金もなくなってしまったので授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手何かご感想をいただけませんか。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。でもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから。あ、河辺選手少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ賞品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。どうぞお受け取りください。またチャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されます。ああ、確かに受け取った。それでは授賞式はこれにて閉幕とします。やっぱり理解できないわ。あんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに。天才の発想を理解するにはお前は、やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。試合で疲れたせいじゃないか。それに、そうだな、そうだ。あげちゃうのか。珍しいカードなんだろ。ただのカードだぞ。できるわけないだろう。僕が持っててもしょうがないんだから。おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。え、僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。まだサーチェンのことを考えていた。ほら、七星召喚のカードだ。これは限定カードだ。当然だろ。いいか、これは限定カードなんだぞ。そんなんじゃないぞ、自分の。そうか、それでは遠慮だが、お前がまだこれの、こうしよう。そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。少なくとも100万モラはする。いくらだって。100万モラ少なかったか。ならもう少し上乗せしてもいい。こんなカード1枚が100万モラ。でも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。全てにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗でレアじゃないものもある。そういえば大魔ハマトラの収入も低くはないはずだな。でもやっぱりやめだ。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買った。なあ、本当に経験があるような言い方だな。まあこの話だったら俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよレアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に。わかった、じゃあ僕もこれ以上これぞ。そういえば他の参加者はどうしてるんだろうな。
選びたいならわしのアドバイス通りにすればいい。本当か？それファルザンにニーロ、それにキャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。ふーむ、一回りしてみ。単色の生地に赤と。ちょっと待った、それ安心せい、クラシックという。いやいや、いくらなんでも。まあまあ、ファルザン先、もしよかったら私が選ん。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。ファルザン先輩、ちょっと来て来て。先輩、お前は？私たち教練院に入学したばかりなんです。うん、もちろんじゃ。ぜひ。さ、待ちき。わしはチロ。おい、もう先輩って機械に食う。でもチロン派の授業ってつまんない系ですよね。はん、分かっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、私、先輩のことすごいな。選択科目は先輩の授業にします。ほう、良い子じゃ。お前さん、良い子じゃ。ありがとうございます先輩。何だったのかよくわからないが。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか？ごめんな、もうカーベと。あ、そうだ、カスコソッチ選手、あの人がど、メイロン派の学生さんたちと一緒にいた。メイロン派の学生か。投票でレイラは優勝できなかったわ。もうやめて。あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら参加。試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した。それに第3ラウンドだって。それは、うん、そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵揃いだったん。彼らを差し置いて得点できたのは。ありがとう。でも、あんまり謙遜しすぎないで。みんなでほら行きましょう。元気を。レイラの方もうまくいってるみたいだな。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えん。お金は足りる？節約しておいた方がいいよ。安心してくれ、正確に計算したんだ。絶対に予算を超えてないぞ。これまでに何度もご馳走になったんだ。今度こそ。旅人、パイモン、こっちだ。えひひ、来たぞ。美味しそうなもの。さっき他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけど。ファルザンは新しい教え子ができたし。アルハイゼンのやつもいないな。せっかく今日は機嫌がいいからご馳走してやろうと思って。あいつめ、どこにいるんだ。だいたいあのメッセージは。まあいいか、先に食べるとしよう。冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ。冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだ。彼の絶望と恐怖が。彼はそうした思考を耐え。前も言ったように、彼の見解に価値がないとは限らない。もし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を狂。君のやり方は間違ってなかったと思うよ。
もう一つやり方があったとすれば、サーチェンの理論や実験を評価するつもりはない。でも彼の選択は。そうかもしれないな。僕は他人の。それすっごくいいことだと思うぞ、河辺さん。ありがとう、本当にありがとう。幸い今はアルハイゼンもいないからな。出なければまた嫌味を言われていたところだ。河辺さんっていてもいなくてもいつも。もう毎度のことだからね、諦めたよ。何を言ってる。アルハイゼンはもういるって。どこにだい。どうして教えてくれなかったんだ。いる、みんなの心の中に。なんて怖い話なんだ。僕は心底ゾッとしたぞ。食べる前に言われなくてよかったぜ。あの男の話はもうよそう。そういえばティナリ、第一ラウンドでもう達成したよ。なかなかの宣伝効果だったんじゃないかな。ちなみに来月は空いてるかな。僕にできることが。君の得意分野でいいよ。ああそれなら。みんなお腹の具合はどう。私はお腹。オイラもお腹いっぱいだ。時間があるときはなるべく集まる。ああ他の候補としても。他にも美味しい店があるのか。カーベ、これからどうするんだ。学院トーナメント、サーチェンとカンムリのことも解決できたし。そういえばあの時サーチェンは全部の研究を。あーなんと。もしそれが場所でサーチェン。アール村か。サーチェンは砂漠でいろいろ研究をしてたって言ったよな。だとしたら研究を。うんうん、それまさかここで会うとはな。アルハイゼン、それにお前は。サーチェンの研究資料だ。資料を整理していた時、そうでなければ評論員を請け負うことなんてなかっただろう。そう大丈夫か。どこか具合。何か誤解しているな。サーチェンがあの大建築家を継承者に選んだのは、資料に記録された災難と人間性に共感して。初めて人は苦しみを覚える。共感する力は諸刃の剣なんだ。共感が過ぎる人間というのは。お、なんでだ。真に重要とされることにおいては、目的を達成するためには他人と敵対することも覚悟し。この資料に書かれた。うん、読んだ感想。学者として彼は世界の暗黒面を人間性のせいにした。じゃあ本当にあいつの言う。これは俺が答えるべき問題じゃない。ただ言えるのは、世界の大いなる理想では虚無。選択によって理想を追い求める者は幸福が皆に訪れることを祈る。たとえそれで自分自身が排除されると。俺はかねてよりその類の理念を認めていない。自己犠牲によって。だが残念なことに、さてここに。ご飯。そうか。だが想定内だ。確かに会食をするにはいいタイミングだったからな。そうだぞ。
今日はカーベのおごりだったんだからな。あいつなら包んで持ち帰るくらいはするだろう。じゃあな。ああ言っちゃったぞ。でもなんだかアルハイゼンはこれからオイラたちの人。旅人にパイモン、もうついていたのね。ナヒーダ、それにカサッチ、まさかカサッチに学院トーナメントに参加するよ。ええ、私だったの。お、もしかして冠に問題があるってナヒーダは最初から知ってたのか。もしそうな、サーチェンの研究その、これはまさに彼のだから。カサッチ、今はもうその呼び方をする必要は。だって素敵な、はあ、話を戻しましょう。もしサーチェンの選んだ人がこの研究に耐えられなかったり、これがより多くの人を苦しめることになりそうだったら、この子に介入してもらうつもりだったわ。結局サーチェンが選んだやつはこの研究に目もくれなかったね。実に滑稽だったよ。本当は人との付き合い方を学んでほしかったのだけれど、あんまり効果はなかったみたいね。そんなことする必要ないよ。古い借りをまだ返してないんだ。新しい借りなんて作りたくない。ナヒーラ、さっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよな。それってお前はあいつの研究を認めたってことでいいのか？そうね。この比喩を使いましょう。私の目に映る真理はまるで木の獅子のようだわ。一部の人は木の獅子の背にあるキノコだけを見て、木の獅子はキノコだと言うわ。一部の人は木の獅子の体を見て、木の獅子はイノシシだと言う。また別の人は本質を見透かしたと思い込み、これらの結論にはどれも正しい一面がある。わかったよ。世界も同じよ。私を含む限りある知識の境界線、実際のところ重要、結局のところ、あらゆる知恵を導き、ちごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけど、この資料を継承したカーベは、でもサーチェンの研究はある種の消極的な知恵として真理を、陰謀派の後輩がいつ陰謀派にそんな奴いるわけ。待て、僕を陰謀派に残しておくつもりじゃないだろうね。はあ、学者になった覚えなん。また始まった。あら、スメールでは囚人にも教育を受ける、陰謀派で勉強して自分の因果に正しく向き合い、最終的にあなたの出した